きチャンネル。じゃあ、こんにちは。さあ、ということで2021年プロ野球総決算というね、はい、来年の課題というところで、はい、今日は最終日、うん、優勝オリックス対ヤクルト、はい、おめでとう。いや、日本シリーズもいい戦いだった。ねえ、しかもよ、これ最下位からやってるから、うん、去年だったら一番最初に、はい、この2チームが、うん、一番最初にやられたチームがもう大取り、うん、はい、もう褒めることしかないんちゃうかっていうね。そうですよね、うん、まあでもまあ数字見ないで考えるとやっぱオリックスはね、はい、まあ、あの5月の14日からかな、はい、あの福田宗が 1、2番に固定されたことによって、うん、まあ、交流戦も優勝できたし、はい、そこに一気にね、まあ、流れができたなっていうところと、まあ、山本がね開幕戦高橋光成に内容負けてね、うん、負けスタートで5月19日でロッテに負けて3勝5敗、はい、うん、でそこから怒涛の15連勝だからね。そう、最初5回負けてんですよね。そうそうそう、うん、でしかも山岡がね、はい、一番最初に怪我して長期いなくなった中で、まあ、そこを補えたのが2年目の宮城、はい、まあ、ローテーションを回って13勝、うん、素晴らしいところでもあるし、うん、で山崎福也もね10勝はできなかったんだけども、はい、8勝10敗で防御率 3.56 でね、はい、まあ、あのちょっと援護でなかったっていうところもねある試合もあったんで、はい、まあ、いい形でね、まあ、ゲームを作れてローテーションを回れて22試合投げたのがね、はい、本当に素晴らしいし、うん、まあ、平野もねちょっとバタバタしたところもあるけども46試合で防御率 2.30 29セーブ、ね、あのというところで、まあ、最後にね、まあ、後ろもちょっとね平野が抜けた時ヒゲについてちょっとバタついたけど、そこら辺ちょっと心配だなっていうところあったけどね、富山とか、はい、あと吉田亮、ね、っていうところの頑張りっていうところは非常に、大きかったかなと。で先発でもね、あとは途中が山崎総一郎、ね、はい、終盤出てきてね、いい形で来季に向けてはかなり大きなね光が見えたなっていうね、はい、先発若い力もできてきてるし、そういった意味でも、まあ、投手陣ね、山本由伸もね、筆頭に、はい、で田島がね、うん、ちょっと最初にバタバタしたけど、終盤本当にフォームも良くなって、うん、非常に素晴らしいピッチングがね、できたかなっていうね、はい、で、やっぱり野手はね、福田萌寧の一番筆頭に、うん、まあ、吉田の後を打つ杉本がね、はい、ホームラン王っていう、一気にホームラン王までなっちゃいますかっていう、うん、すごい、徳島のね、うん、我が徳島の我が小学の、まあ、そうだねヒーローでね、はい、であとは紅林がね、まあ、打率2割2分8厘ながら巨人の坂本でも達成できなかった、はい、10代でねホームランを2桁っていうところも、はい、まあ、ここら辺もねこの中島監督の我慢強さっていうところが光って、あと宗のサードね、はい、っていうところもゴールデングラブ賞ね、はい、取って非常にいい形でね、うん、頑張れて、まあ、T 岡田もねホームラン17本、まあ、いいところね、あの9月30日の松田から放ったね、はい、逆転スリーラン、うん、あれは本当にね優勝をあのグッと引き寄せるねホームランになって、まあいい形しかなかったね。本当などこないですか、あえて強いて言うならみたいなとこ、まあリリーフがねちょっとバタついたんちゃうかって思って、うん、じゃあ数字ね見ていってみましょう、はい、投手、はい、防御率 3.31 パリーグ2位、うん、先発防御率 3.30 パリーグ1位、救援防御率 3.26 パリーグ5位、すごいな、やっぱここら辺だね。あ、そうですね、バタついてるっていう、うん、基本塁打107本、パリーグで2番目に少ない、うーん、でホームランね打たれてない、はい、でフォアボール388個もパリーグで2番目に少ない、おでフォアボールも少ない、はい、失点500はパリーグでソフトバンクに次いで少ない、うん、クオリティスタート率 51.75% はパリーグ1位、被打率2割3分パリーグ2位、うん、で援護点 3.85 パリーグ3位、うん、バランスいいよね。そうですね、うん、投打のね、はい、でチーム打率2割4分7厘はパ・リーグ1位、ソフトバンクと一緒で、はい、ホームラン133本はパ・リーグ1位、うん、でヒット数1160本はパ・リーグ1位、うん、で単打830本パ・リーグ1位、うん、OPS690 はパ・リーグ3位、うん、得点圏打率2割6分3厘はソフトバンクについてパ・リーグ2位、うん、盗塁50個、こちらはねパ・リーグワースト2位、だちょっと盗塁は、まあ、走る選手がいないんでね、うん、ギダ80個はワースト1位、だからバントしない、してないんだ、うん、代打成功率1割8分1厘はパ・リーグ3位、うん、でエラー73はパ・リーグで一番多い、エラー多いんですね、で三振962は、うん、あの一番少ないパ・リーグで、はい、うんうん、エラーが一番多いじゃん、多いですね、73、うん、でもあの自責と失点の差は39なん、うーん、だエラーしてでもランナー出ても踏ん張ってる、うん、そういうことだピッチャーが、うん、だから投打守備、うん、バランス、うん、いいね、一番いいですね共存してる、うん、悪かったら助けるみたいなね、はい、うん、お互いが共存した結果、うん、
で、まあ、やっぱり山本の15連勝は非常に大きかったなっていうところで、うん、はい、データから見てもだからエラー多いけど、うん、ピッチャー踏ん張ってるね、はい、その相乗効果あるね、うん、そこでピッチャーバタバタってしないっていうところもね、まあ、この最後ね、うん、あのマジックは点灯しなかったけども、まあ、最下位から優勝できた大きな要因かなと、はい、でも来年に向けてはね、うん、紅林がね、まあ、出てきて、はい、ピッチャーがね、新人の木野木君取ったんで、はい、そこら辺がね、まあ、リリーフに多分加わりますよね、で年齢のバランスもめっちゃいいのよ、うん、この偏ってないじゃんね、はい、まあ、あとは佐野とかね、足あるからもうちょっと出てきてもらいたいな、あと来たね、うん、この新人、赤石商業ね、はい、今年もいい、初打席初ホームランだったかな、はい、いい形で出てきたっていうところもあるし、うん、まあ、太田が来年セカンド、ひょっとしたら紅林太田の二遊間ちゃうかって思ってるんだよ、はい、来年ね、うん、そこら辺では非常にまた若い、ね、人たちも出てきてるから、足立選手も34になるんですね、うん、だからこれベテランと、うん、若い のこう年齢構成のバランスもいいね、うん、そうですね、うん、よくよく調べたら言うことなかったわ、さすが優勝、さすがです、ね、すごい。さあじゃあ続いて、はい、セリーグヤクルト、ヤクルト、ヤクルトは、うん、やっぱ戦前のねやつで言うと打線はいいけど先発がね、先発ローテーションもあるのみたいなね、うん、みたいな感じだったけども、はい、まあ、データで見ていくと、うん、防御率 3.48、 セリーグ2位、おー2位なんだ、2位なの、え、はい、あ3位、うん、セリーグ3位だ、最下位から3位だったから上等よね、うん、そうですね、で先発防御率 3.63、 こちらもセリーグ3位、はい、で救援防御率が 3.25 はセリーグ2位、うん、奪三振率 8.06 は唯一の8点台で1位、へー、でも被安打1216本は結構打たれてる、あワースト3位か、うん、で被本塁打144本はワースト1位、うん、あの与えたフォアボールが338個で一番少ない、へー、だ無駄なフォアボール出してないね、はい、まあ、あの奥側もね、うん、こう無四球試合っていうのは結構続いて投げれてたしね、はい、でクオリティスタート率 43.36% は、うん、あのワースト2位、はい、だから先発長いイニング投げてない、だからリリーフのね、うん、まあ、あの今野、清水、マクガフ、はい、で田口が終盤、田口の終盤のリリーフも良かったね、うん、左がいなかったからね、はい、あと前半戦ね楽天から来た近藤、うん、ちょっと怪我しちゃってね、でもその怪我する前の近藤の活躍もね非常に良かったなと、はい、で石山がね後ろちょっとバタついたけど前に入ってきたりっていうね、はい、あのリリーフの層の厚さっていうところはこのねクオリティスタート率が悪くても頑張れたかなと、はい、であと援護率がね 4.76 とダントツで、ダントツで援護しまくってる、すごい、さすがの打線、はい、チーム打率はね2割5分4厘でセ・リーグ3位、はい、打点が603、唯一の600点台セ・リーグ1位、ホームラン142本セ・リーグ1位、二塁打214本はセ・リーグ2位、 OPS731 はセ・リーグ1位、得点圏打率2割6分セ・リーグ3位、フォアボール535個ダントツで取ってる、で得点625個もダントツで1位、うん、でデッドボール61個もダントツで1位、だからめっちゃ当てられてるですね、で盗塁70個はセリーグ2位、代打率2割5分5厘、川端がいるから、そうですね、代打成功率がやっぱ半端ないね、川端いるから、日本シリーズでもあそこの場面でね、うん、すごかったです、でエラー77個はセリーグ3位、うん、山田、村上、オスナ、中村、サンタナと、まあ、結構打っていく打線が多いんで、ダブルプレー105個はセリーグ2位で多いんだけどね、うん、で三振が1079でセリーグ、ワースト3位というところで、うん、まあでももう売ってんな、めっちゃ点めっちゃ取ってるもん、うん、もうこれに関しては大体1位とか2位じゃないですか、そう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 、だからあのちょっとピッチャーねところで不安要素あるけども、うん、なんて言っても援護点 4.76 と、はい、あの2位はいくらですか、ほぼ2位がね 4.09 の DeNA、 全然違う、で巨人の 3.88 から言うと約1点弱違うからね、はい、うん、毎試合ね、うん、そういったところでもバランス良かったのと、あとやっぱ先発で奥川が出てきて、はい、あと高橋奎二が出てきて、はい、小川とかいて高梨、うん、で石川っていたりとかっていうところで、結局なんかまとまってきたね、うん、先発もなんか後半にかけてさらに良くなっていく感じで、そう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 、でリリーフはね、そうさっき言った今野、清水、マクガフで田口がリリーフに入って石山、はい、でまあ前半戦の近藤っていうところも、はい、あの非常に良かったし、まあ、打線はやっぱり塩見がね一番に入ったことによって打線が安定してきたっていうところもあるし、あのオスナ・サンタナの、ね、来日が遅れたけども、来日が遅れてるとこも勝ち越してるんだよねちゃんと、はい、でそこでオスナ・サンタナが下位打線に入って下位の厚みもできて、はい、村上の後誰打つんやって言ってるところにオスナとかサンタナ入れれたのも非常に大きかったかなというところは、やっぱこの外国人補強のフロントの成果でもあるね、はい、外国人補強の、ね、成功っていうところは非常に良かったので、代打陣のね、うん、川端が非常に活躍して、はい、で先発岡はね10勝届かなかったけど 3.26 で9勝4敗、はい、
で高梨単に前投げて4勝で原樹里もね、うん、いい形で終盤ね、うん、スポットで出てきたし、うん、でリリーフもいい形で回って非常に良かったね、うん、何気に大西も頑張ったからね33試合 2.82、うん、ね、でスアレスサイスニードっていうところもね、はい、非常にいい形でね外国人としてはまあリリーフをねスアレスもしながら回ったかなと。で金久保がねちょっと怪我ねするまではいい感じで抑えてたんでね、はい、何気にだからまあここで頑張った選手もいるし合わせたらすごい良かったっていう選手もいるし、うん、非常によくね頑張ったかなっていうね、はい、言うことありませんまあ優勝してますから、うん、オリックスもそうだけど、はい、ヤクルトとオリックスやっぱ最下位から優勝してるだけあって、うん、こうシーズンかけて成長してきたね、みんなが、まあ、もちろんね、はい、既存のじゃ吉田とか山本とかね、うん、あの村上とか山田とかそういった選手の頑張りはもちろんそういう若いね宮城とか奥川とかの若い力とか、うん、じゃあ福田が入ったことで塩見とか、うん、っていうこのなんかこう1年間かけてお互い成長してきて完成形ができたことがまあ優勝につながったかなと。そうですね、今年初めてこう1年活躍したって選手が両チームとも結構多いですよね。そうそうそう、うん、でもオリックスの方はねまだアドバンテージとして外国人結構抜けたんで、はい、そこ入ってくるんで、はい、それの厚みが増すから、うん、ちょっとさらに強くなって怖いなっていうところがあるし、まあ、ヤクルトは今の選手たちの若いのを1年間戦えるカチッとしたものを作り上げていくと、うん、層が全体的に厚くなるんで、はい、そういった意味ではお互いね、まあ、若い力っていうところと成長したっていうところと、まあ、外国人選手がねまあ、特にヤクルトはうまく回ってオリックスは来季に向けても新しい外国人戦力でちょっと層が厚くなりそうかなっていうね、うん、はい、まあ、楽しみではありますけども、はい、最後に一言言うとするならば、はい、オリックスバファローズヤクルトスワローズ6位からリーグ優勝おめでとうございますおめでとうございます